上田さん、今回の選挙で県議会は何かが変わるんでしょうか。はい、今回の結果を党派別にグラフにまとめました。ご覧ください。自民党は全体で改選前よりも1議席少なくなりました。38議席。ただこれは単独過半数を超えています。維持をしています。そして自民党に近い公明党は改選前と同じ5議席を維持しています。ただ野党系議員で作る川勝知事に近い会派富士の国県民クラブは改選前より4つ議席を減らした形です。そして今回の県議選で注目されたのが全体の4分の3にあたる51議席をめぐる攻防です。このラインを超えますと知事の不信任決議案を可決することができます。現在自民公明を合わせた議席は43で、会派に所属していないこちらの12人新人議員などたちが両陣営をどう囲んでいくのかが注目されます。今後も県議会の緊張関係は続いていきそうです。